お世話になります、ひとりでございます。はい、じゃあ鎧のことやっていきましょう。いきなりこんなの出ましたね。鎧島の生き方ということで、鎧パスを手に入れました。あ、やっぱりブラッシータウン駅から行くってことですね。駅員に見せると鎧島に行くことができますということで、行きましょう早速。はい、じゃあ行きましょう。お持ちでしたら鎧島に行くことができますよってことで、行っちゃいましょう。どちらに行かれますか？鎧島駅行っちゃいましょう。あー、すげえすげえすげえ、なんじゃこりゃ。え、列車で行くんだ最初。そこまで行って、はいはい、ここで、あ、飛んでいくんだ。あ、これ映像で見たやつじゃん。やっぱマジか、すげえな。あ、いきなりあそこから飛んでいくわけじゃないですね。鎧島、これ映像もちゃんとね見ていきたいですね。 BGM どんな風なんだろう。あー、すげえ、マジか。鎧島初めて。そうですよ、私はこの島でポケモンの生態を研究している。この島のポケモン登録できるようにアップデートしてあげるわ。ありがとう。なんかこいつ話すの？あ、いきなり戦うのか、もしかして。あー、こいつじゃん、言ってたやつだ。オッケー、あ、こいつ会ったことあるね。準備ができたら来てね。あ、戦うのか、やべえ、マジか、すげえな。 BGM がかっこいい、マジか。うわ、すげえ、ヤドンがいっぱいいる。あ、これ PV で見たやつだね。うわ、すげえ、 PV で見たやつだ、これも。マジか。あ、こいつ戦うのね、いきなり。弱、58レベかよ、ボロ勝ちじゃんこっちの。オッケー、ダンでも学んだ由緒ある道場で君くらいの強さだとやっていけんじゃないかな。あ、これでマスター道場に行くってことね、こいつに誘われて。おしゃれカード手に入れた。ヘアサロンでは選べる髪型増えるカード。なるほどね。あれポケモンじゃね、奥にいるやつ。フォエル王じゃないの？え、あいつ戦えんのかな将来的に。うわ、すげえ、マジか。で、音楽ちょっと聞いてください。音楽はこんな感じですね、ちゃんと。あ、スターミーだ、やば、フォエル王じゃん、やば。こいつ固定シンボル。はい、じゃあこいつと勝負。うわ、勝負できんだ、しかも。あ、これは怪しいパッチね。怪しいパッチって、あれ昔なかったっけ怪しいパッチって。わ、なに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 これ。え、なにこれ、こいつなに。え、こんなすげえ、サメアダ、え、サメアダじゃんやば、かっこいい。うわ、追ってくる、やばい、ジョーズみたいな感じかこれ。やべ、早い、めっちゃ早い、追いつかれるんだけど。早っ、あれじゃんわかんねえ、名前わかんねえけど。木の実はどうなってんすかね、ちょっととりあえず。あ、ボングリじゃん、マジか。あ、こいつね。あ、ケイシーだ、マジか、マジか。クリフピーもいる。あ、ディグダじゃねこれ。地中に埋まったディグダを探し当てるとは才能がありますよ。オッケーオッケー。あ、これをなんか探すイベントね。残り150匹、何これ、話しかけらんない。オッケーオッケー。あ、こんな感じで見つけていくってわけだね、なるほどね。あ、ラッキー、あ、ラッキー、こんな簡単に見つかんだ。色がなんか濃いような気がする。しかもこれで進めていくわけね。えげえ、ジュワだからね、怖。うわ、ダクマいる、マジか。これ上から眺めてんだこいつ。入っていこう。うわ、この BGM も聞いたことあるやつっすね、完全に。うわ、すげえ、例の BGM だ、ラプラスいるし。あ、経験お守りをもらえる。あ、いきなりもらえるんだね、これ。なんか図鑑集めればもらえるとか言ってたけどね、普通にもらえるんすね。はい、じゃあいきなり勝負していく感じかな。あ、コジョフ、あ、それっぽいやつ出してきたね。はい、OK、一発。冠雪原で出るんじゃねえかとか言われてましたけど、ここで出るんすね。はい、一発で倒す。道着セットがもらえると。あ、変わってる、髪の毛も伸びてるし、お前ふざけんなよ3つの修行をするのね。あ、道場秘伝の鎧を授けちゃう。あ、やっぱそうですね、素早い宿見たことないっすってありますから、超早いんだやっぱりテーマ的に。あ、そういうことだったのか。ヤドン3匹を追いかけるべし。オッケー。あ、ウーロボじゃんいきなり来た。あ、500ワットでウロボを動かせんのね、なるほど。いらない道具を4つ入れると新たな道具が1つ出てくる。あー、ボングリはこれでやるんだやっぱり、ウロボで。あ、木の実と道具とお宝が使えるわけね。あ、これ化石全部入れてみる。化石4個入れたらどうなんだろう、なんかいい、溶けない氷。あ、いらないやつも結構来るんだ。オッケーオッケー。走っていって、やっぱ素早いっていうことのアピールだったんだあれ。素早さめっちゃ速いんだろうね、だから。あー、これで白くなんだ。あー、これだったんだ、見た目だけか。うわ、すげえすげえすげえ、これ見たやつだ。あ、電気色になるんだ。うわ、かっこいい、めっちゃかっけえじゃん。あー、これそういうことだったんだ、見た目変えるだけなんだ。うわ、バッフロンいた、マジ、あ、いたいた、あそこにヤドンいたね。早っ、ヤドン早っ、マジかよ。でもいきなり捕まえられましたね。倒すのは簡単っすね、普通に。あ、これで道着ジャケットをもらうと。早え、捕まえらんね、無人だけど普通に。オッケーオッケー、倒した。うわー、すげえ、洞窟だ、ファイトケイブ。うわ、かっこいい名前だな、何こいつ。あ、ゴンゲンヨか。うわ、すげえ、ニョロボンか。うわ、ベロリンガじゃん。うわ、すげえこいつ、
マジか、かわいいね、めっちゃかわいい。オッケー、捕まえた。星ぶっ倒した。いや完全に PV と同じ BGM なんだね。あ、一つ目の修行はクリア。あ、どっちかもらってちょうだい。マジか、巨大マックスできるやつもらえんだやっぱり。はい、こいつもらいましょう。ゼンニー、大キノコたっぷり入った大スープ飲みたいね。大キノコね。あ、キノコ狩りをすればいいんだ。はい、じゃあこいつに鎧鉱石5個あげると、こんな感じであるんですよ。大地の波動、嫉妬の炎、グラスフィールドの時必ず先制攻撃できる。出たー、これ威力70だしめっちゃ強いじゃん。あ、持っている道具を溶かす、強いな腐食ガスっていうの。うわ、熱さの大地、地面タイプ技でやけど状態にすることがあるって、これ強え。あー、これも PV で見たやつだ。普段この集中の森に大キノコいっぱいあるんだけど、あ、いっぱいあるのね。じゃあ大スープ簡単にできんだ。わー、ラランテスじゃん。わ、コダックもいるし、コイルも普通にいるし、すげえ。うわ、イワンコも普通に出るんだね、こんな。うわー、もうジャンボでっけ。あ、モロバレルもやっぱ出るんすね。マジか。わ、カイロスじゃん。マジかよ。いいね。あれ、意外と公開されてなかったポケモンほんと多いっすね、マジで。ファイアロのやつ来た。マジか、ミルタンク。やば。あ、エモンが飛んでる。エモンがすげえ。あ、ちゃんと木の上に止まんの、これ。もしかして。うわ、マジか、木の上に止まってる。やばい、この表現は。ストライクいたよ。あ、ケンタロスもいたね。あ、普通のサンドもいるんだ。あ、これか、大キノコ。うわ、またクララか。あ、また勝負すんの？余裕だね。あ、ホイーガに進化しとる、63レベル。はい、一発。おい、せめて進化させよう。うわ、ラッキー進化したし。いやー、進化しちゃった、ハッピナスに。あ、これ見たやつだ。うわ、すげえ。こんな感じでできんだね。大スープ、見たやつ。あー、これ見たやつだ。2つ目の修行クリアっすね、これで。ここで大スープできるってことですね。うわ、マジか、超簡単にできんじゃん。あ、インテレオンもできるし。じゃあ今まで本当にゲットした意味ないっすね。インテレオン巨大マックスできるしね。やっちゃおう、これ。うわ、もうこれだけでできんの。ムービーもなくて巨大マックスできるようになっちゃった。すげえ。ダイマックスポケモン勝負で雌雄を決するべし。オッケー。うわ、めっちゃすげえこれ。超広大だ。こっから普通に戦うだけっすか、あとは。バトルコートに毒ビシが落ちてるから気をつけてねって。お、何落としてんねん。ずるいだろそれ。はい、一発。よく66まで育ってたな。いや、新しく出てきたポケモン使おうぜ。はい、ここで来た、ヤドラン。やべえ。あ、クイックドロー。何、相手の行動が速くなった。マジか、つえ。うわ、ダイヤシットしてくる。うわ、かっけえ。クララの技にクラクラしちゃってとか言う、ふざけんなよ。はい、余裕で倒していく。つうか、相手弱すぎてさ、これストーリー意味あんのかっていうレベルになっちゃいましたね、これ。どうしても。さあ、出てこい。あ、こいつか、ここでもらえんのか。あれ見たやつだね、 PV みたいので。うわ、すげえ。マジか。うわ、かけ。かわいいね、見たやつだこれ。すげえ、めっちゃいいポケモンじゃん。いや、可愛すぎでしょこれ。すげえ。いいね、近づいてきて。それで、よし、行こう。おー、すげえすげえ。いいね、これ仲間なんだね。厳しい鍛錬を積み、技を磨く。体得した技によって進化した時の姿が変わる。なるほどね。鎧島の景色がいいところを一緒に眺めればすぐに打ち解けられるかも。え、戦闘のポケモンをボールから出して連れ歩いてもいいよ。マジ？いや、マジか、これ釣れるんだ。しかもなんかこいつ変な音鳴ってるし、芝刈り機の音鳴ってるし。すげえ、ロトム。うわ、すげえ。ちょっと遅いけどついてくんの。こんな感じでついてくんですね。ぴょこぴょこ音鳴ってるし。ダクマ遠すぎ。あんな遠くにいるよ。で、景色見んのね。なるほどね。オッケー、景色を一緒に見て仲良くなりましょう。あ、これでいろんなとこ探検しろってことね。うわ、こいつあれじゃん、名前わかんねえけど。うわ、ファイアローもいいんじゃん。すげえな、めっちゃかっこいい。あー、あいつじゃん、ウルガモスの弟みたいなやつ。それ、こいつ一応伝説的な感じで出てこなかったっけ、ブラックホワイトとかの時。マジか、こんな簡単にゲットできちゃうんすね。うわ、ドラパルトかっけえ。マジかよ、超かっけえじゃん。うわ、すげえ、ギャラドスこんな。こういう風についてくんだ、思いっきり飛んでるしね。あ、古女風だ。こいつなんか飛び方がめっちゃゆっくり、超ゆっくり。受けるってか戦えねえ、相手に当てれねえから戦えねえんだけど。また口開けてるよ、アングリアングリして。ここで眺めていい景色だ、確かに。出た、クリームガン出た。超イケメンじゃん、ゴルダック。あ、ここもやんのね。はい、これで見て。
何こいつ、掘り出し親父、あの掘り兄弟またやるんだこいつ、すげえな。鎧鉱石って持ってるか。あ、鎧鉱石でやるのね。そいつくれたら自慢の腕っぷしでバリバリワットを掘り出してやるぜ。ワットを掘るんだっていうか、うわー、なんか鎧鉱石が重要になるってことだね。あ、3000ワット掘れたぞ。もっと掘ってみるか。あ、22500ワット。うわ、普通にワット稼ぎバグに対するこれアンチテーゼみたいな感じですね多分。ここかな。いいね、ここの景色めっちゃいいわ。やべえ、かわいい。テク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 歩いてる。ガラガラだっけこいつ。でっけえお前。プリン飛んでる飛んでる飛んでる。すげえ、スマブラの表現じゃこれ。飛ぶんだプリンって、知らなかった。マジか。うわ、カービィみたいじゃん本当に。ワットビジネスが激アツなのよ。ワットを制する者が成功を手にすると言われているくらい。道場の設備を整えたいんだけど、ワットを上げよう。ワットを分ける。いや、もう1万上げるよ。はい、5000ワットを超えたから道場に美容師さんを呼んじゃうよ。マジか、来てくれんだね。あー、ここで回転みたいな感じか。これが設置されるわけね。うわ、5万ワット、5万ワット分けちゃうよ。セッティングだけでワットかけるとか本当にアコギな商売だよまさに。お、自販機が設置されると。テク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 、自分で言うのかよ。双剣の塔に挑んじゃいなよ。マジか、行くんか。水の塔、悪の塔、オッケーオッケー。タイプが決まるからよく考えて選んでね。ダクマのレベルをしっかり上げて準備してから登りなさいな。100にしていく育てろって言われたのにレベル上げ経験飴でやるっていうね。おっしゃ、水の塔行こっか。レベルが70あれば円滑に修行を行えます。一度塔に入れば5人の使い手を倒すか敗北するまで出られません。もう一方の塔には今後一切挑めなくなります。オッケー。いや、1体でしか行けないし、レベルの参考教えてくれるんですね。うわ、意外と狭いんだこの道場。なんかもうちょっと広いかなと思ったら。戦いましょう。一発だね。やべえ、レベル上げすぎて超つまんなくなっちゃった多分。よし行こう。一発完全ぬるゲーになったな。はい、オッケー、二発行こう。はい、一発。もう最上階っすね。こいつと戦うんだ、ベアマー。こいつアベマ好きなのか。うわ、すげえ、超かっこいいじゃん。いいじゃん。相手もダクマ？おいおい、なんだよなんだよなんだよ。はい、インファイトぶちかましていく。わ、一発で死ななかった。ヒアネタスキル持ってんのか。うわ、マジか。オッケー、倒していく。瓦割り普通に勝ったね。お主らよく頑張った、ありがとう。かわいいね。あ、いいね、かわいいかわいい、いいね超いいじゃん。効果音がかわいいね。でもダクマとダクマで戦うってさ、伝説なんじゃねえのって思っちゃいますけどね。この掛け軸のとこ行くの？オッケー。ここで進化してくれんのかな？進化させますか？はい。ベア、ベア、アーマー。あ、これで進化するの？入ってくのかな？そこに。ベベアー。あ、ここで普通に進化するんだ、これは。別のやつじゃないんだ、ムービーとかじゃないんすね。普通に進化なんだ。はい、進化。うわー、かっけ、超かっこいい。うわ、いいね。連撃の方、時に激しく時に穏やかな川の流れから格闘技の型を編み出したと言われている。水流連打を覚えたい。あー、これ言ってた技だね。あ、ちゃんと特性ふかしの拳になってるし、これ適当に雷パンチでも忘れさせとこう。うわ、なんじゃこりゃ。すげえいいね、ムービーが。はいはい、ベアクワ。道場まで帰るとするか。かっちょええー、歩き方が偉そうになってる、めっちゃ。これで何が始まるの？ホップじゃん。あ、大キノコの風味が苦手で大スープ飲めないんだ、あいつ、ウーラオス。あるものをスープに入れれば飲んでくれるようになるんだけども。あ、だから飲めないやつもいいのかな、もしかしたら。一部はあるものとは、なんだよそのあるものって。ごくり、何何それ、すげえ溜めて言うけど忘れちゃったよーん。大スープを飲んでくれるようになるあるものはポケモンが関係してるよ。粘り気が強い蜜が大好物だったような。なんじゃそれ。湿地帯の先にある森まで競争。ウーラオス、やば、でっけえ、超でけえ。こいつ押していく、こいつ押していく、こいつ押していく、こいつ押して消していくつか今回地味に気づきましたけど、全部の場所がワイルドエリア仕様になってるのが今回いいとこですよね。すごく寒い雪原を調査してるから分けてやりたい暑さだぞ。あ、もうこれ冠の雪原の話してんじゃん。ドレディアとカジッチュがいるらしい。そいつらの花や果実からウーラオスが好きな蜜をちょっとだけ分けてもらおうぜ。あ、シュリー、何これ、
親とはぐれちゃったのかな。そういう設定なんだね。チュリネの親のドレディアを連れてきてくれよ。あ、いたいた、こいつかな。あ、ドレあ、ドレって言うんだ。うわ、チケチケチケ。よし、親子の再会させていく。お前元気だな。てかお前着替えろよ、道場のやつに。カジッチュの蜜を試してみようぜ。オッケー。あ、いたいた、ちっちゃくて見えねえ。全然見当たらない。はい、探すのか、ここ。あ、揺らすのか、ここ。ついてるついてる。目的は達成だな。あ、ウーラオスが好きな蜜には粘り気が足りなかったよな。マジか。そうか、花の蜜や果実の蜜にポケモンの体の中の物質が混じり合った蜜なら答えは、そう、蜂の巣ポケモン B クイーンって言うんだけど、一人は見たことあるか。六角形の島に、あー、六角形の島に行くんだ。ここで初めて生息してるみたいだぞ。いやー、怖えー。追っかけてきてる。やばいやばいやばい、マジ追いつかれる。いやー、危ねえ。ギリギリ逃げ切った。ホップいましたね。木の上から濃厚な甘い匂いがする。木を揺らしますか。はい。ドヒャーだよ、本当に。え、なに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 、怖いんだけど。見つけ木から出てきた何かにポケモンの巣に引きずり込まれた。危ねえ危ねえ、負けそうだったわ。オッケー、大蜜なんだよこれ、三蜜みたいな名前しやがって。元気の塊と同じ効果もある元気の塊意味なくなっちまったじゃんこれ。あ、また揺らすことはできないんだ別に。もうここ何回来るんだよ。つうか、ホップ着替えろって。そろそろ、これすごいよね。試合に腕戦うっていう多分風に読むんでしょうね。道場裏のバトルコートまでおいで。いつもみたいにバシッとな。お前と戦うことないんだ。マジか。またこいつとバトルしなきゃいけないってことなんですね。オッケーオッケー、いいね。うわ、73レベル、結構高いっすね。オッケー、倒してく。うわ、レントラ出してきた。超かっけ。何もせずに反動で死んだわ。はい、一発、はい、一発。巨大狙撃やっていきましょうか。うわ、めっちゃいいね、すげえマジかよ、超かっこいいじゃん、インテレオン。うわ、最高最高。マジか、見えねえしほとんど相手も巨大マックスしてきて、うわ、かっちょいいね普通に。うわ、巨大狙撃やっていく。うわ、かっこいいマジか、一発強はい、オッケー、勝利。喜んでんじゃんこいつ。マゾヒストかよ。これにてマスター道場裏修行はおしまい。終わり、これで本当に。お互いを高め合おうよん、来たるべき時のためにね。雪原のことかなこれ。いつかわかるから楽しみにしといてね。またこいつ出てくるのかな。じゃあ仲良く帰りましょう。終わり、これでクリアかな。待って待って待って、わっ、ジエンド。マジか、すげえ、超軽いですねマジで。じゃあ一応一通り終わったということで、ここ行ってみます。ここ何があるか、この冠マークのところ。いや、見えない壁あっていけないんかい。ウーラウスを引き離す遊び。わ、たまたまだ、たまたまいる。適当に歩いてたらたまたま見つけました。ロトムが固定シンボルで出てとるわ、すげえ。はい、ということで鎧のことを全てクリアさせていただきました。結構短かったですね。ただすごく興奮させていただきました。まあ一言でまとめるなら、とにかくダクマが可愛いってことですね。まあ可愛すぎるので、私はダクマ、ダクワ、ダクワ。テロリストに